を送るリヒストリーが川原電子ビジネス専門学校から登場。歴史を奪う魔王が現れ世界を支配してしまう。その世界のどこかで一人の戦士が魔王討伐を決意する。歴史と世界の奪還もあなたの手に委ねられた。オープンワールド RPG リヒストリーは川原電子ビジネス専門学校。皆さんこんにちは。この動画では川原電子ビジネス専門学校のゲームクリエイター科の説明をさせていただきます。冒頭で流れていた CM のようなものなんですが、実はあれはうちのゲームクリエイター科の学生が作成したものです。でこの動画の端で、なんかゲームの映像っぽいものが流れていると思うんですが、これらすべて、うちの学科の学生が作成した作品になります。この学科説明では、端に流れているゲームの動画などを眺めていただきながら、うちの学校に入学するとこういう風なゲームが作れるんだなという風に想像しながら聞いてもらえたらと思います。では学科説明に入ります。皆さん専門学校というと2年生課程を想像されるのではないかなと思うんですが、うちの学科は1年間長い3年生課程となっています。ではなぜ1年間長くなっているのか説明させていただきます。未経験者からプロになるための3年生課程。ゲーム業界というのは、狭き門と呼ばれている業界で、就職するのが難しい業界になります。でそのゲーム業界に就職するための就職活動が始まる時期というのは、2年生課程の場合は1年生の終わりから、始まります。つまり就職活動が始まるまでの時間というのが10ヶ月ぐらいしかないことになります。しかしこの短い期間でゲーム会社に就職できるだけのスキルを身につけるというのは簡単なことではありません。そこでうちの学校では1年間長い3年生のカリキュラムになっていて、ゲーム会社に就職するためのスキルをじっくりと身につけることができます。では続いてうちのゲームクリエイター科で主として目指す職業について説明させていただきます。ゲーム会社にはいろいろな職種の方が働いています。例えばキャラクターの絵を描くアーティストだとか、こんなゲームを作りたいなというふうに、ゲームのアイディアを考えるプランナーという職種があります。しかしアーティストが絵を描いたとしてもプランナーがこんなゲームを作りたいなというふうにアイデアを考えたとしてもゲームは出来上がりません。プログラマーというのはそのアーティストが描いた絵に命を吹き込んだり、プランナーが考えたアイデアを現実のものとする、実際にゲームとして遊べるものとして形にする、これがプログラマーの仕事になります。なのでキャラクターやサウンドを制御しゲームを稼働させるためにプログラミングというのは欠かすことができない技術要素になります。では続いてゲームプログラマーに求められる知識・経験についてご説明します。この資料は実際の大手ゲーム会社のホームページに掲載されている求人です。この求人を見ると、大手ゲーム会社は大体共通して3つのスキルを求めています。まず1つ目が C++ というプログラミング言語ができる方。続いて 3D ゲームを作る知識・経験がある方。最後に数学物理が得意な方。本校ではこれら大手ゲーム会社が求めている知識経験というものを常に調査研究してカリキュラムを作成しています。ちなみに数学物理って皆さん好きですか？実は僕はそんなに好きではありませんでした。
で、この話を聞いてちょっとゲームプログラマーになるの難しそうだな、諦めようかなと思ってらっしゃる方がいらっしゃったら、ちょっと待ってください。うちの学校に入っていただくと、数学物理に関してまた勉強をしていくんですが、中学高校までの勉強とはちょっと変わってきます。実際にうちの学校で数学物理を勉強することで、数学物理を駆使してゲームが作れるようになったという学生がたくさんおります。ですので、まだ諦めずに、うちの学校の動画で、他にも数学物理を作った、プログラミングの動画などがありますので、それらもぜひ体験してみてください。ひょっとすると数学物理が好きになるかもしれませんよ。では最後に、本校は、世界中で使用されているゲームエンジンのアンリアルエンジン4のアカデミックパートナーになっています。ですので、アンリアルエンジン4を提供しているエピックゲームズ様の特別セミナーを開催したり、カリキュラムを作成する時の相談にも乗っていただいたりしております。その他にも東京ゲームショーの見学だとか、ゲーム業界の有名クリエイター様をお呼びしての業界セミナー、そして勉強だけではなく、いろいろな学校行事を通して人間性、社会性を高めていく、そういうことができるようになっています。では以上で、川原電子ビジネス専門学校のゲームクリエイター科の学科説明を終了させていただきます。もしここまでの話を聞いて、うちの学科に興味を持ってもらったら、YouTube にアップされている体験授業などの動画もぜひチェックして楽しんでいただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。